どうも皆さんこんにちは、ガズレレのガズでございます。さあ今日も、リズム練習していきましょう。メトロノームテンポ100に合わせて今日はアルペジオ3分いきまーす。 1,2,3 C です。流れるようにですね弾いてください。 A7 ゆったりと慌てずに、テンポは100です。D マイナー、 A マイナー、メトロノームよりちょっと遅めの方がいいと思いますね。 E マイナー7、いいですね。アルペジオは C 行きましょう。これね、アルペジオって難しくて、コードがしっかり抑えられてるか抑えてないかバレちゃうんでね、はい、しっかりコードを確認します。 F ゆったりですよ。外の景色でも眺めながら C7、A7 いきましょう。強弱つけるといいかも。タンプン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 、 D マイナー、 D7、 G7、 流れるように弾いてください。A マイナー行きましょう。 E7、 C、 D7、 F、 C、D マイナー、 G7、 C、 いいですね。 E マイナー7、 A マイナー、メトロノームより遅くですよ、ゆったりね。 E7、 C いきます。 D7、G7、 C で終わりましょう。これでだいたい3分ぐらいでした。はい、今はメトロノームのテンポ100でアルペジオをゆったりやっていました。アルペジオってこの100ぐらいのテンポでゆっくりやると、簡単にそうに思うかもしれないんですけど、結構このずっとキープして気持ちよく流すの結構難しいというかね、慣れが必要だと思います。こういうこの動画でですね、この なんとかその感じをつかみ取っていただければというふうに思います。このメトロノームでガズと一緒にね、ウクレレのリズム練習しようよという、プロジェクト、概要欄にね、その説明の URL と他にもいろいろねリズムトレーニング上げてますんで、皆さん1日1個何か3分で練習していきましょう。